ここ数年、台風や大雨の影響で河川の氾濫や土砂崩れなど日本各地で大きな被害が発生しています。災害対策は避難所の確認や備蓄品、非常持ち出し品の準備など一人一人の日頃からの備えが大切です。では災害が迫ってきたとき、いつ、誰が、何をするのかといった時間と行動で考えてみたことはありますか？そこで、このマイタイムラインです。マイタイムラインとは、台風や大雨などの風水害に対する事前の準備や行動をあらかじめ記録しておく予定表のことです。家族構成や生活環境に合わせて、いつ、誰が、何をするのかを決めておくことで、災害の危険が迫ってきたとき、落ち着いて避難行動を取ることが期待できます。今回は、我が家の避難計画、マイタイムラインの作り方をご紹介したいと思います。マイタイムラインは過去の被災事例を教訓に国と被災自治体などが中心となって作成したもので、全国に広がる取り組みです。さまざまな自治体が作成シートを提供しています。佐倉市のマイタイムラインは表面は防災情報がコンパクトにまとめてあり、中面が作成シートになっています。佐倉市ホームページからダウンロードできます。また佐倉市危機管理課にて印刷したものを配布しています。記入を始めるその前に、まずは災害リスクと災害情報の確認からスタートです。自分が住んでいる地域の危険な場所や避難所、避難経路は佐倉市防災ハザードマップ、佐倉市土砂災害ハザードマップで事前に把握しましょう。これらのハザードマップは佐倉市ホームページからダウンロードできます。また防災ハザードマップは市役所危機管理課、各出張所、派出所、市民サービスセンターにて印刷したものを配布しています。避難所の場所を確認することはもちろん、避難経路について危険箇所がないかも確認しましょう。例えば防災行政無線の防災さくらは、市内の学校や公園などに設置されたスピーカーで災害時に避難情報などを放送します。放送が聞き取れなかったときや、もう一度聞きたいときは電話で聞けるテレフォンサービス、メールで届く佐倉市メール配信サービスが便利です。メールはこの機会にぜひ登録を。また気象庁のホームページでは、気象情報はもちろん、発令中の注意報・警報、洪水・浸水、土砂災害の危険度分布などの防災情報を確認することができます。パソコンやスマートフォンからご覧ください。その他にもツイッターやスマートフォンのアプリなどがあります。情報を得る手段は一つに限らず、複数の方法を知っておきましょう。さて、情報といえば、市が発令する避難情報は命を守るためにとても重要な情報です。
今年の5月にこの避難情報の名称が変わりました。これまでの警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始は高齢者等避難に。警戒レベル4、避難勧告と避難指示は避難指示に一本化。警戒レベル5、災害発生情報は緊急安全確保に変わりました。警戒レベルとは、災害発生の危険度と取るべき避難行動を住民が直感的に理解するための情報です。5段階あり、災害の発生度が高くなるほど数字が大きくなります。佐倉市のマイタイムラインでは、この警戒レベルを時間の目安として行動を記入していきます。いよいよマイタイムラインの記入です。いつ、誰が何をするのか具体的に想定して書いていきましょう。まずは警戒レベル1、日頃の防災対策ですね。我が家は4人家族なので、全員が避難所や避難経路を確認、祖母が非常用持ち出し品を揃えておく、私が気象情報を見ると記入してみました。次に大雨注意報、洪水注意報などの気象情報が出る頃が警戒レベル2です。家財道具を2階などの高いところに移動させたり、避難行動の確認、情報収集を行います。家財道具を2階に運ぶのは夫と私で、子供には気象情報を知るためにテレビやラジオをつけてもらおうかな。大雨警報や洪水警報などにより警戒レベル3となれば、危険な場所にいて避難に時間を要する人とその支援者が避難します。我が家はこのタイミングで子どもと祖母が避難します。私が連れて行きますが、避難所は空いているでしょうか。そこで避難の前に夫と私がパソコンまたはスマートフォンからバカンを見て避難所の開設状況を確認することにしました。突然ですが、このバカンってご存知ですか？バカンとは、市が避難所を開設する際、その位置や混雑状況を配信するインターネット上の専用ページです。混雑状況がリアルタイムに確認できるので、コロナ禍での避難所における3密の回避、安全な場所への分散避難につながります。佐倉市ホームページからアクセスできますので、この機会にぜひ覚えておいてくださいね。次に避難指示の発令など、警戒レベル4ともなれば危険な場所にいるすべての人が避難します。ここで夫が避難、家の戸締まりを確認と。でも避難所までの道のりなど外がかえって危険な場合もあります。そんな時は家の中でもより安全な2階などへ移動しましょう。警戒レベル5は災害が発生または切迫している状況です。命を守る最善の行動を取りましょう。もし避難できなかったとしても、落ち着いて身の安全を確保して救助を待ちましょう。ここまで私なりに記入できました。この後は家族と話し合いながら
作っていきたいと思います。ではマイタイムラインが出来上がって実際の災害時にその通りに動けば必ず安全と言えるでしょうか。答えはノーです。洪水や土砂災害は自然現象なので、想定した通りに事態が進行するとは限りません。マイタイムラインで定めた位置はあくまで行動の目安です。必ず安全ではありません。気象警報や避難情報などはこまめに確認しましょう。入手した情報をもとにマイタイムラインは参考にして臨機応変に行動しましょう。自分の命を守るため、大切な人の命を守るためにマイタイムラインを活用して災害に備えましょう。